はい、こんにちは。札幌占い美容室ハイマウシの後藤です。ブリーチの話をしたいと思います。ブリーチってバレアージュとか、メッシュとかもそうなんですが、ベタ塗りのブリーチの場合はちょっと別としてですね、根元が綺麗にボケていないと伸びてきた時にプリになりやすいですよね。それは誰でも分かりますね。なので根元をいかに綺麗に塗っていくかっていうことが現代のブリーチの形かと思います。ちょっとこれ綺麗に抜けてないんですが、従来のね、昭和のブリーチに関してなんですけれども、この辺をこうチップでこう取っていきますよね。こういうふうにチップで取ります。このような感じで取っていきますよね。何が問題かというと、根元の本数、毛先の本数、これはワンレングズの方でも絶対にそぎが入れてない方でも絶対に根元の方が量が多いです。これから大人の毛になろうとしてる毛があったりとかですね。でこの辺は毛周期で抜けてったりとかして、で髪の毛っていうのはそぎを入れてない状態でも根元の方がどうしても多くなりますっていう状態に、このままチップでこう取ってしまうとどういうことが起きるかっていうと、根元の方が量が多く入っちゃうんですね。で、バランスが悪いブリーチっていうのは毛先の方に行くに従って、ブリーチがあんまり入っていない、根元に行くに従ってバツッと入っているみたいな、そういうブリーチってバランスが悪いと思います。なので最近はエアータッチって言われててですね、根元の方がボケやすいブリーチ方法だったりとか、バックコームっていうのがあったりとか、いろいろそういう方法があるんですけれども、まず通常通りこうやってチップを取ってしまうとですね、はい、これ分かるでしょうか。例えばね、極端な話です。根元が1万本に対して毛先が 1,000 本とかね、例えばですよ。そういうことが起きるんです。で特に皆さんそぎを入れたりとか、いろいろしてる場合ですね、本当にこの根元の差と毛先の差が変わりますよね。そうするとどういうことが起きるかっていうと、このままやってしまうと根元の方が多く入ってしまうんです。そうすると伸びてきた時にどうなるかっていうと、チップで取っていたにしろこういうクレパスができてしまうんですね。でこれをより自然にぼかすブリーチの方法っていうのがあります。これは僕の過去の動画だったりとかいろいろ見ていただくといろいろ方法が出てると思うんですけれども、ちょっと特殊な方法がありますね。でブリーチ一つとってもある程度抜ききらない、傷むからあんまり抜かない方がいいっていうんで抜かなかった場合にこのような感じでオレンジみが残ってしまったりとかしちゃうと、結局落ちた時にいい色じゃないんですよね。落ちた時にもある程度使えるっていうのは、ある程度ブリーチとして抜き切らないとかっこいいデザインにはならない。なので結構ブリーチは抜き切る必要があります。なのでお客様の髪の状況にもよると思うんですが、ある程度抜き切らないとダメというのが1個あります。根元をいかにきれいにぼかすかっていう点と、あとは抜き切るってことですね。ある程度ブリーチを、あとこうムラになってるところはないように薬剤たっぷり塗ったりとか、すでにねブリーチをしてる方に関しては同じように塗ってしまうと毛先がチリチリになってしまうんで、そういう塗り分けをしっかりしたりとか、そういうことが必要になります。でブリーチですね、ここがちょっと美容師の闇的な問題になってくるんですけど、ブリーチの技術っていうのは美容学校を卒業したから皆さんできるってわけではなく、美容歴が長いからできるっていうわけでもないんです。ブリーチに関してはですね、ヘアセットも同じような感じなんですが、結構それに対して練習だったりとか検証追求をしてないと、ブリーチって非常に難しい技術になります。ブリーチはこのベース作りもすごく難しいんですが、この上に色を入れますので、この色が何色に発色するかとかですね、その色の選択もまた難しいわけです。なので結構トラブルが起きてるんですね。で当店にも他店でやってすごく変な感じになったりとか、それを実際に直したりとかですね、カバーリングして新しくメッシュを入れ直したりとかですね、そういう方もいらっしゃいます。でブリーチの技術ほど、美容師さんでかなり技術の差が出る技術ってあんまり他にねあんまりないんじゃないかなっていうぐらい、縮毛矯正に関しては、確かにやり方、美容師さんによってもまだまだレベルはかなり違うと思うんですね。ですけどさらに違うっていうのが美容歴が長いから、ブリーチとかがうまくできるってのはまた別で、逆に若い美容師さんの方が上手だったりする場合もあります。これはその技術を練習したりとか検証してるかっていう部分になってくるので、その部分がすごく出るのがブリーチなんで、本当にお客様が気をつけないとダメなのは美容室選びだと思います。はい、しっかりブリーチに対して取り組んでいるのかとか、SNS の発信だったりとかしっかりされているのかとか、写真では結構ごまかせますので、動画などで配信しているのかとかですね、しっかり根元がぼかせているのかですね、色がムラになっていないのかなど、いろいろしっかり確認する必要があります。なので結構今事故が多いのはやっぱりそのブリーチのカラーの事故って本当に多いですね。パーマも結構ね、思ったのと違うっていうことも昔は結構あったんですけれども、今もねあるんですが、パーマ比率が今下がってますんで、全般的に最近はやっぱりブリーチ思ったのと違うとか、そういうところでトラブルが結構あります。あまりブリーチが傷むからといってブリーチの抜きを抑えめにしてですね、オレンジみが残ってる状況で、赤みを消すのにアッシュをバーンと乗っけたとしますよね。そうすると、そのアッシュの種類にもよるんですが、結構その色と色が喧嘩しますんで、結構くすんであまり綺麗な色じゃなくて、結果ブリーチする必要がなかったんじゃないかみたいなことも結構あります。で、抜けてきた時にやっぱりオレンジが出ますので、やっぱりちょっとこうヤンキーっぽい感じだったりとか、あまりおしゃれに見えなかったりとか、そういうことがありますね。なので、ブリーチの抜き具合、それから根元のぼかし方、あとブリーチの塗布の方法ですね、あと毛先と中間の部分、あと根元ですね、ここを均一にブリーチができるのかと、あと色の選択は間違っていないのかっていうところをしっかりできる美容師さんにお願いすると、トラブルはないかなというふうに思います。特にですね、表面側の髪の毛に関しては一番見えますから、はい、お客様にね認識していただきたいのは、根元の量と中間毛先の量、髪の本数は違うということです。ブリーチを入れるときは普通のチップで取ってしまうと根元の表面ばっかりが入ってしまいます。ということは表面ばっかりボンって入ってしまって、本当は自然に毛先につながるグラデーションでブリーチをしたかったのに、根元の表面の方だけがブリーチされてしまい、なんかバランスが悪いみたいな、そういうことが起きてしまいますので、その辺をちょっと気をつけてサロン選びをされていただければ、あまりトラブルはないのかなというふうに思います。ブリーチ以外もいろいろ配信しておりますので、皆さんよろしければチャンネル登録とかいいねよろしくお願いいたします。お客様向けのね動画で美容師の都市伝説っていうコーナーもちょっとありますんで、そこは結構見ない方が良かったかって思う内容もあるかもしれませんが、ちょっともしよろしければ覗いてみてください。はい、はいやまかし後藤でした。はい、本日はご視聴いただいてありがとうございます。